ブロロゴークランドの皆さん、松本誠也です。今日はですね、神戸はチキンジョージで、富田翔吾さんの企画に呼んでいただきました。富翔さん、そして樋口愛さん、そして僕3組でやらせていただきました。久々にね、会うお二人で本当に楽しかったですし、なんか懐かしい気持ちになりつつ、素晴らしい音楽をステージ上でね、いっぱい聴けたので、非常に楽しかったです。また関西もね、帰っていきたいなと思いますが、次はですね、11月1日に、ミュージックバトンですね、オフィスオーガスタ30周年の1年間ずっとやってきた、ラストのファイナルがあります。その日もね、多分、すごいいろんなことが起こるイベントになると思いますので、配信もありますので、ぜひね、こちらもチェックしてください。そして11月2日には、4年ぶりのセカンドアルバム、愛だけは間違いないからね、こちらリリースになります。今ね、事前に、入れてもらうと未公開の曲が聴けるとかっていう、そういう企画もやってますので、詳しくはね、ちょっとホームページとかチェックしていただきたいなと思います。またライブ会場配信でお会いしましょう。ありがとうございました。